エレクトレコードはルーマニアに本社を置くレコード会社。ルーマニア最古のレコード会社にして国内最大のカタログ数を有する。ヨーロッパで楽譜や楽器の販売を行っていたネイサン・ミスチント・スニーキーがドイツのクリスタル社から機器を購入し、ルーマニア国内に録音技術をもたらしたことがエレクトレコード社の始まりである。 工場の開設までに数年の時間を要したが、1934年10月からレコードの生産を開始し、1937年にはルーマニアで最初のレコーディングスタジオを構築した。1948年にルーマニアの国有企業となっているほか、1965年にニコラエ・ジャウシェスクが指導者となり、ルーマニア社会主義共和国が成立すると、 エレクトレコードはルーマニア国内で唯一のレコード会社として機能した。1989年のルーマニア革命によって独裁政治に終止符が打たれるとルーマニア国内には新興レコード会社が出現するとともにエレクトレコードの市場シェアは減少。やがて過去に録音された音源の再発売が中心になっていった。 CD の販売を開始したのは1994年頃からで、レコード版の生産は1996年頃まで続いたとみられる。レコード版を生産していた自社工場は1998年に売却された。シェアの減少に加え、業界における競争の激化や生産コストの上昇、インターネット上に広がる違法コピーなどの存在が、 収益に悪影響を及ぼした結果、2018年1月29日、ブカレスト裁判所は、エレクトレコードの破産を決定した。過去に所属していたアーティストを含む、ありがとうございます。